入口入る前に降りました。まあ、ポロリブ50円払わないといけないんで、ゲート入る前に降りるようにしてます。 JI のマイクを初めて使ってます。カメラはポケットティガ。ウエストロビー入ります。カリイニアダラシティウォークモールです。まあ、ロノボールもそうだけど、毎回行くたびにお店が変わってます。このシティウォークの中には日本のスーパーマーケットパパイヤがあります。またラーメン屋の越後や居酒屋の串結びなど日本のレストランもたくさん入ってます。日本人の美容師がいるヘアサロンもこのシティウォークの中にはあります。日本でいう2階ファーストフロアに牛角があります。早送りです。ランチメニューあだ、焼肉セット、サトラ。店内の様子はこんな感じです。オーダー焼肉セット。実食。その前スプルームイス。いただきます。サマトマ缶。とりあえず焼きます。とりあえず食べます。サラダ、キムチ、そして焼く、本格焼く。固く食べます。ごちそうさまでした。どうも見てくれてありがとうございます。今回からオープニング映像を変えました。次回からのコンテンツです。さっきコーヒー飲んだんだけど。ではまたお会いしましょう。参拝順番ラギー。嵐はこんな感じ。
スプリリちょっと日本だと高いです。テンペって書いてある。それにラブフィズでやりました。